今日は足の冷えに効果的なお灸のツボを説明していきます。まず足先の方から説明していきます。まず親指と人差し指の間を遡っていて止まったところ、押してみてちょっと痛みがあるようなところですね。ここ対象というツボになります。ここに一つ、続いて内くるぶしの内が、トップの一番高いところの少し後ろ側、太経というツボです。内くるぶしから、上に指4本分にある三陰交というツボになります。この3点が、すぐ近くに大きな血管が通っておりますので、冷えの改善に効果が期待できます。